はい、どうも皆さん、トライアングルです。ですね、実は2日前かなに、任天堂スイッチの、CM で、カービィの、CM が、まあ、発表というかね、まあ、発表がありました。本当は、昨日紹介する予定だったんですけど、アドレーヌさんの、新情報がね、アップデートの情報があったので、そちらを先に優先させてもらって、まあ、今日ちょっと紹介ということになるんですが、まあ、ちょっと今回もね、もちろんちょっと画像しか貼れないんで申し訳ないんですけど、そのままね、任天堂さんの映像を持ってくるわけにはいかないので、なんとね、今回、カービィと、まあ、カービィがマリオさんとかと、まあ、一緒に映ることができたと、はい、風にツイートされていまして、その CM の中身ではなんと、新キャラ、ドロッチェ、ダークメタナイト、アドレーヌ、その3人がカービィと一緒に、ティンクルスターとかに乗ったり、あと、ゴールした瞬間のみんなでの集合の喜んでる姿とかの映像が公開されて、あ、もう本当にこんな感じでついに発表されるんだなって思いましたね。よかったら皆さん、どうしようかな。概要欄の方に、まあまあ貼らなくても皆さん見てると思うんですけど、その動画を貼っておきますので、まあよかったらちょっとね、見てみてください。そしたら、映像を見れますんでね。はい。ということで、じゃあ次、まあ次というかね、そういうご報告でしたと。ついにアップデートまで残り、今日投稿、実は今日夜投稿してるから、多分投稿するあと2日ですね。はい、27日の、10時半から11時の間に僕はちょっと、そのアップデートのね、動画を投稿しますので、よかったら皆さん、見ていただけたら嬉しいです。はい。その日は多分3本4本ぐらい投稿するのかな ?3 本ぐらい投稿すると思いますので、よかったら見てください。で、今回なんですけど、続きですね。はい、昨日の動画の続きになります。星の〇〇スターフレンズでギャオの、続くから。で、これ前回僕、メタナイトで一発でもダメージ受けたら、終わりっていうものだったんですよね。なので今回も、継続してやっていきたいと思います。はい。前回はダメージ受けなかったので、はい、この状態でございます。一発でも受けたらもうおしまいです。はい。ちょっとね、こういう始めが一番さ、集中しないといけない。ちょっとね、こうやって話してる間にちょっと油断してやられるってパターンがすごいトライングさん多いので、多分僕の考え的に。ちょっと動画時間とかちょっと気にせずっていうか、ちょっとかなりね、グダグダになってしまうかもしれないんですけど、ダメージ受けないのを一番最前線にやるので、かなり真剣なプレイになると思いますが、思いますけど、よろしくお願いいたします。これパッてやった瞬間さ、スカフィーとかが出たりするんでしょ？ちょ、怖い怖い怖い。危ない！ちょ待って！怖いわ怖い！上からワドルディやめなさい！ちょ待って、大丈夫、オッケー。そう、満タン状態だとね、この飛び技ができるから、問題、な、いいでござる、オッケー。よし、行く。さて、ワドルディを問題、大丈夫だね、オッケー。これにも当たったらダメだよね。これ、ダメージ受けたらダメだよ。ダメージ受けたらダメだもんね。で、ここにスカフィがいる。大丈夫、問題ない。オッケー。よし。いいね。アタック3、プラス3まで上げてるんで。あ、てか、しまった、今、下行くべきだったな。そう、なんか、取っちゃいけない縛りをなんか、思い出してしまって。大丈夫か大丈夫か、いない。ここに敵がいそうで怖い。ちょっと待って、こっち行こう。うん。そう、別に、スルーしてもいいんだから。そう。そういうもんなんですから。問題、ボスですよね。ボスが怖いんだよな。ちょっと待ってよ。あ、これ欲しい。ちょっと待って、鍵、どこだ鍵どこだ鍵は、あ、上か、多分。これ気をつける、気をつける。ほっ、よし、オッケー。よし。で、ここだ。ここに多分鍵があるはず。多分ね、この鍵とかね、できるだけ取っときたい。よいしょ。オッケー。攻撃とか上げとかないと中ボス戦の時かなりやばー。大丈夫、よかった。仲間縛りじゃないから余裕でござる。そう、現実世界では友達がいないけど、ゲームの中では全然こうやってハートを投げるだけで友達になってくれる。そんな友達が欲しいな。こう、学生の頃とかね、ハート投げたら友達になってくれる友達いなかった。あれ？何もないぞ。いや、あ、こっか。よし。いや、でもこれ取っとくべきなのかな？もうサクサクいっちゃうべきだったんじゃないかな。いやー、これ、失敗したかもしれない。やばいかも。ちょっと待って。え、ちょっと待って、ここで、あ、危ない、いけ、みんな行け、みんなの衆行け。俺が一番難しいとこを担当しよう。早く、お前ら行け、早く、え、ちょ、早く、待って、はい、そう、よし、オッケー、よかった。いや、今完全にブレイドナイトの時危なかった。絶対終わったと思った。さあ、これで、せめて攻撃くれよ。頼むぞ、体力はやめてくれ。こんだけ頑張ってさ、攻撃じゃなかったらきついんだけど、どうだ、頼む、よし、オッケー、やったかい、うん、オッケー。攻撃レベル4だったら全然やったかいがありました。さあ、しかも一気にここまで来た。よし、さあ、デデデ大予選ですね。
いや、デデデ大王戦は多分ね、てか仲間こんなにダメ。こんなにいちゃダメ。てか、一人でいい。一人で行く。デデデ大王だったらなんだか距離詰めれば、いけると思うんだよね。で、ここの事故だけは本当にやめてほしい。マジでこの事故。よいしょ。ナックル上2乗。オッケー。よし、行くぞ。どうなんかな、本当に、やばい、これ確かハグジーが出てくるんじゃないかな。多分僕ね、中ボスの中で一番苦手なの、このハグジーなんですよ。よし。ちょ、待って。よし。次で終わる。よーし。やっぱレベル4にしてるといいですね。かなり楽に倒せる。あ、ちょ、落ち着け落ち着け、大丈夫大丈夫。よいしょ。オッケー。ここはやばいな。ちょっと集中、落ち着いて、来ていこう。よし。ここはもう集中、もう本気で僕クリアするつもりなんでね、面白さとかいらないので、もうとりあえず一発もダメージを受けずにクリアするっていうのが目標なので、本当にそれをやり遂げるだけの動画になるので、はい、美味しそうだから、動画的に美味しそうだからって言って、いやー、あ、これやばくない、あれ、これやばくない、あ、やべえ、ちょっと待って、これで倒せるか、ちょっと待って、頼む、よし、オッケーオッケーオッケー、よし、オッケー、オッケー、もうね、もういいんだよ。もう動画的に面白いとか、そんな、関係ないんだよ。よし、オッケー。やったっす。今ちょっと危なかったね。ちょっと今のは正直、オッケー、よし、オッケー。とりあえず、事故だけは。このままレベル5まで行ったらどうしよう。そこ、さすがにこのレベル5まで行ったら、さすがにトライアングルさん、あれなんじゃないですかね。褒められてもいいんじゃないかなと。さあ、大丈夫、ゆっくり。ここ、ワドルで押してくるからね、トライアングルさん。よし、オッケー。いいぞ。でも、デデでもね、レベル4まで上げてるんで、多分そんな苦戦しないと思うんですよね。で、しかも満タン状態だと、倒せるので、よし。飛ばせるのでね、剣の真空波を。よし。オッケー、大丈夫。これは大丈夫。問題ない。やばい。大丈夫。落ち着いて。止まって、遠距離。止まって、遠距離。止まって、遠距離。オッケー。遠距離交際。オッケー。会いたくて、震える、場合、西野かな。あーん、危ない。会いたくて、震える、場合、西野かな。会いたくて、震える、場合、西野かな。よーし、オッケー。あ、素晴らしい、よいち。さあ、これで攻撃力がマックスだ。これで、おそらく、大丈夫でしょう。出てても多分、一発で、4分の1ぐらい減るんじゃないかな。4回ぐらい当てれば大丈夫ということで、行きましょう。ま、さすがに、ここでトランクさんやられないでくださいね。行きましょう。よろしく、デレデだよ。できるだけ、まあ、もちろん、距離を取って戦っていきますか。一発でどんくらいかかる？落ち着け、大丈夫。いいよ。で、遠距離。オッケー！よし。で、遠距離で、ここだね。このリーチが高いの。やばい！危ない。ちょっと待って。よし、オッケー。よし、オッケー。よし。ちょ、待って、バカ、もったいない。1、2、やばい、あ、これ地味にやばいぞ。怖い、地味に。この、デデデ大王のこの、リーチ怖いな。よし、オッケー。さあ、こっからだ。ぐるぐる、あとはデデデ大王がぐるぐる回り出すから、それをうまく避けつつ、もうかなり慎重なプレイですね。はい。かなり慎重なプレイでいいと思います。ちょ、待って。あー、でもこれ、そっか、これがあるから。ちょ、待って、落ち着いて。よし、いいよ、大丈夫。これで第3段階。あと多分3回ぐらい当てればいいと思うんで。どうするこれ。攻めるか。あ、危ない、よし、あと一発。どうする勝負出るか。行くか。行くぞ。ちょっと待って。来い。よし。どうしよう。行け！よーし。思わず無言になりました。よし。どうだ、我ら仲間になるがよい。あ、仲間になれなかったぜ。はい、ということで、今回は、まあちょっと、まあ今回もね、なんとか、ノーダメージでクリアすることができました。次はレベル2になるのかな？いや、できるのかな？レベル2。どうなんだろう？あ、でも、ちょっとごめんなさい。一回だけ、木こり競争やっていいですか？ちょっとやる機会がどこにもちょっとないので、ちょっと一回木こり競争をちょっと挟みたいです。ちょっと、チャレンジさせてください。お願いします。さあ、参ろうぞ、木こり競争。もうホームラン王はね、9999やったんで、アップで前に、木こり競争すべて木を切り倒したいということで、3回チャレンジさせてください。お願いします。まあ、カットしないです。カットせずに、3回やりたいと思います。久々だな、います。あ、終わった。は
ございます。これはもう多分1回食らったらもう多分無理だと思うので、もう消化試合だと思うんですけど、まあちょっとリハビリとしてね、まあちょっと久々にやったんでね、まあ次からこの2回目から、もう容赦をしないぞということで、はい、頑張っていきたいと思います。こういう時に限り、あ、もうとりあえず、はい、じゃあここから2回目いきましょう。ちょっと無言になってしまうかもしれないんですけど、ごめんなさいね。なんか本当にバチクソ2回しかチャンスが、あーもうこれはきついですね。はい、じゃあ次ラスト行きたいと思います。行きましょう。いいぞ、はい、いいぞ。あー配置難しい、配置はい、ということで、今回はね、じゃあカービィが、CM になって、ま、あのマリオさんと、まあ、共演したということで、まあ、あと2日後にアップデートが来ますので、よかったら皆さんね、ぜひ、星のカービィ、最近ちょっと起動してないよっていう方も、ぜひやってみてはいかがでしょうか。ということで、じゃあここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあお疲れ様です。